はい、お疲れ様です。今回は技術説明ではなく製品を紹介したいと思います。紹介したいのは Final Cut Pro のプラグインで有名な Motion VFX 社の M Behavior Basic です。とても便利で表現を広げてくれるアプリなので、ぜひ使ってみてください。M Behavior Basic は Final Cut Pro のクリップに簡単にユニークな動きを与えるものです。すでに動きがついているためにキーフレームを使用しなくても簡単にユニークな動きをつけることができます。入手は Motion VFX のページから入手できます。数が多いので絞りましょう。はい、ここに出てますね。はい、書かれている通り、フリー、で入手ができます。本来ならばですね、YouTube コンテンツだったらこういうのが、サムネイトカーン、ただでフリーでとかっていう感じで、書くべきなんでしょうけども、私どうもこのフリーという言葉が先行する、無償で入手できるっていうのは先行するのはあまり好きじゃなくてですね、書きませんでした。ただだから良いっていうのはどうもメーカーや開発者にリスペクトを感じないんですよね。そこにサムネや題名で煽りを入れるっていうのはですね、どうもあまり好きじゃなくてですね。まあこれは個人的な意見なので、流してください。この M ビヘイビア、こんな感じでいろんな便利な動きがつけれる内容になっています。参考としてですね、M ビヘイビアベーシックには上位版の M ビヘイビア1、2がありますので、もし、このベーシックで気に入ったのであれば、それらの購入も検討するのもいいでしょう。はい、これらの入手に関してなんですけども、これらの入手は、ユーザー登録をして専用のインストーラーソフト、M インストーラーというのを使うことでインストールができます。それでは、ファイナルカットの画面で見てみましょう。はい、先ほど動きをつけるプラグインと言ったので、イメージとしてはエフェクトの中にそういったものがあるように思えるんですけども、実際はですね、タイトルとジェネレーターの内容に入っています。こちらですね、 M Behavior Basic。 私、モーション VFX 好きなのでたくさん入ってますね。ご覧のようにたくさん、種類が入っています。これらをタイトルと同じように効果を与えたい範囲のところに、こういうふうにドラッグ&ドロップで配置をします。で、再生で確認をします。はい、こんな感じで動きをつけることができます。動きをつけるためにですね、エフェクトには3つの種類があります。こちらのイン、効果がかかってから元の状態に戻るインですね。そして、こちらのアウト、元の状態から効果がかかっていくアウト、さらにこちらスルー、区間内で効果が終始する、スルーとなっています。はい、インの場合は、まず最初のやつを消してこんな感じですね。クリップが始まるタイミングで、かけます。すると、元のクリップの状態に戻るって形ですね。効果がかかって元の状態に戻る。アウトの場合はクリップの終わりがお尻になるんですね。配置をするとこういった形で効果がかかっていくと。そしてスルーは、例えばこれにしましょうか。クリップの区間内ですね。この中で終始しますので、クリップの区間内に置くという形になります。この効果のかかり具合、スピードというかですね、速度ですね、これに関してはこの帯の長さを調整することによってタイミングをコントロールすることができます。はい、もうすでに M ビヘイビアベーシックを試されている方もいるかとは思います。ただその中には思った通りに動作できなくて諦めた方もいるんじゃないでしょうか。
多分その問題はこういった問題じゃないですかね。今これ絵の上にこう文字テキストツール作った文字なんですけども、これを載せています。これに先ほどの M ビヘイビアの内容を載せたい。例えばこれを載せましょうか。ビュッと。で再生をしてみると、はい、本当は、この文字だけに効果を与えたいんだけども、下の絵までかかってしまうと。これに関してはチュートリアルにも出ているんですけども、複合クリップを使って回避をすることができます。この効果のかかった、文字と、この効果ですね、これを複数選択をして、ファイルから新規複合クリップ、もしくはオプション G ですね。これで複合クリップを作ってあります。はい。そうすると、こういった形で、エフェクトが文字だけにかかることができます。エフェクトの種類の変更や、タイミングの調整に関しては、この複合クリップをダブルクリックをして開いて調整を行います。若干ちょっと面倒になるんですけども、これは仕方がないものですね。こうやってエフェクトの内容を変えて複合クリップを落として、こんな感じですね。はい、それでは実際に次の参考例をやってみましょう。先に複合クリップでまとめる方法を紹介しましたが、これらを使って次の例を作ってみます。こういう感じですね。これらを作ってみますね。まずこれ、それぞれのクリップ、アプリケーションのアイコンですね、これが配置してあるだけです。で、この段階ですでに、こういうふうにタイミングを測っておきます。そこに M ビヘイビアを載せるような形です。はい、 M ビヘイビアベーシック、どれがどれか正直忘れちゃったんですけども、ドロップインをまずこう載せましょうか。で、プレミア君には、どうしましょうかね。ドラフトをアップと。で、ダヴィンチ君には、こんな感じにしましょうか。はい。で、そうすると、なんかバラバラですね。はい。そういったようにですね、この効果というのはそこから下に全部かかってしまうので、こういった形で個別の動きになりません。なのでそれぞれを、複合クリップにまとめます。複合クリップ、まあこれは簡単に1とか、オプション G で2とか、オプション G で3とかという形でまとめます。そうすると一つ一つ動きができています。プレミア君だけちょっと間違えて、アウトを載せちゃいましたね。で、これを直します。インの中からドリフトインこっちにしましょうか。直して入って、こんな感じですね。で、先ほどの内容ですと最後に3つとも一斉に動いてますよね。つまりまとまった効果がかかっている。こういう形で、効果を上にかけます。アウトですね。アウトの要素で、どうしましょうね、グロース系ソフトアウト、これを載せるとこういうふうにアウトしてくれます。はい、もう簡単ですね。ただここで問題になってくるのがちょっと分かりやすいやつ、どうしましょうか。下が映像データの場合ですね。くって、これにしましょう。これ今黒を引いてるんですけども、
実際の映像に置き換えます。はい、そうするとこういう形ですね。でやはり後ろの絵も一緒に動いてしまうと。でこれも実はやっぱりこの複合クリップを押した方に複合クリップをする。おっとこれじゃダメですね。効果の内容も一緒にまとめて複合クリップ。はい、こんな感じで簡単にできちゃいましたね。はい、どうでしょうか。 M ビヘイビアベーシック、とても使い勝手がいいですよね。先に紹介しましたが、 M ビヘイアベーシックには上位版の M ビヘイビア、そして M ビヘイビア2があります。 M ビヘイビアベーシックで、試されて気に入れば上位版の検討されるのもいいでしょう。プラグインを使ってではありますが、このように簡単に効果的にエフェクトをつけられるのは Final Cut Pro の魅力の一つです。私の知る限り同様の内容をこれほど簡単に、さらに高速に得られるものは他の編集ソフトにはありません。あったとしてもとても処理が遅いものか、少なくともリアルタイムプレビューはできないですね。もしくは扱いが難しい、いろいろノードをこう組み合わせてノードごとにパラメータを入れなくちゃいけないとか難しいものです。 M ビヘイビアベーシックほど完成度の高いものは難しいですが、同様な内容はモーションを使って自作することも可能です。はい、というわけで、皆さんのクリエイティブワークの何かのお役に立てば幸いです。それではお疲れ様でした。